ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会生放送5月号スペシャルドラマ、あゆむの秘密。愛さん、常々不思議だなって思ってることがあるんだけどさ。何ですか？あゆむってパフォしてる時と今みたいにおしゃべりしてる時、結構雰囲気違うよね。そうかな。そうですね、私もちょっと思います。どんな風に違う？おかしい？そんな困った顔しないでよ。全然おかしくないし、愛さんは好き。私も好きです。でもどんな風に違ってるのか気になるよ、教えて。なんていうか、バーンってしててそこがいい。はい、ふわふわふわからのバーンですね。わかんないよ。わかんない？わかりやすく言ったつもりなんだけどな。言葉にするなら一気に花開いたような雰囲気になるということです。花？ああ、それそれ、そんな感じ。なんかさ、あゆむっていつもはちょっと控えめで後ろでニコニコしててくれる感じじゃん。愛さんそれにめっちゃ癒されんだけどさ、それがステージに立った途端にうわーって存在感が増すんだよ。目が離せなくなっちゃうみたいな。ほら、愛さんとかセッツーはなんつうか分かりやすいっしょ。アゲアゲイケイケって感じで。あゆむさんの場合は、私の好きな小説に例えて言うと、知らぬ間に闇からスルリと抜け出て敵をやっつけるヒーローって感じなんですよね。いつの間にか目の前にすごい存在感を持ったヒーローがいて、その場を支配してしまうんです。おう、これ今一番おすすめの小説でして、敵として登場するキャラとヒーローがいつの間にか共闘することになってしまい、そしてって失礼しました。また話が脱線するところでした。せつなちゃん、その話の続きすごく気になるんだけど。本当ですか？ダメです、あゆむさん、私を甘やかさないでください。でも明日その小説を持ってきますので、ぜひ読んでほしいです。普段のあゆむはみんなが気持ちよくなれるような空気を作ってくれるんだよね。だから愛さんもセッツーもいっぱいおしゃべりしちゃうんだ。私は普通にしてるつもりなんだけど、二人が気持ちよくなってくれるならよかった。そんな調和を作り出すあゆむさんがステージに立つと、他のものに目移りなんてできないような空気を発するのがすごいんですよね。何か気持ちを切り替えるような、あゆむを変身させちゃう秘密があんのかな。気持ちを切り替える？そんな器用なことできないよ。またまた、気がつかないうちにやってんじゃないの。だからそんなことできないってば。じゃあさ、あゆむは気分転換したい時って何してる？そこにヒントがあるかも。気分転換？お散歩とかお買い物とか。手芸かな。没頭すると頭の中がスーってなって、いつの間にかすごい時間が経ってることがあるんだ。それですね。きっとそれ。手芸に没頭することによって鍛えられた集中力というのは大きなヒントですよ。そうなのかな。ねえねえ、愛さんもそういう感覚味わってみたい。あゆむ、教えて。私もやりたいです。あゆむさん、教えてもらえませんか？私でよければもちろん。でも簡単なものからお願いします。ふむふむ、なるほど、コツがつかめてきた。さすが愛ちゃん、飲み込みが早いな。なんかまた網目がおかしくなっちゃいました。
大丈夫だよ、せつなちゃん。ほら、ここをこうしたら、はい。わー、あゆむさん、ありがとうございます。編み物って面白いね。うん、すごく簡単だし、今作ってるようなシュシュなら1時間もあれば編めちゃうよ。手芸っていうとお裁縫のイメージでしたが、あゆむさんは編み物をする方が多いんですか？気分によるかな。ポーチやカバンを作ることもあるし、あ、レース編みも好き。レース考えただけで目が回りそうです。でもやっぱり考えてみたら編み物が多いかも。今編みぐるみに凝ってるから。ああ、そういや、あゆむ可愛いやつ持ってるよね。実はね、あの子と色違いなんだ。もともとはセットで飾るつもりで作ってたんだけど、あの子が可愛いねって言うから片方あげたの。とってもお気に入りだからキーホルダーにして学校に持ってきてて、それでね、ライブの時はおまじない代わりになでなでしてるんだ。あゆむさんの秘密はそれだったんですね。そういうことか。え、なになに、何のこと？私にも教えて。